お腹周りを引き締めたい人必見。腹筋やってもお腹に力があんまり入らない。プランクやってもお腹より腰が痛くなる。そういった原因は骨盤が起こせれてないんです。今回は1種目たった5回というのを3種目やります。その前にしっかり解説を聞いてください。まずお腹がへこまない人の多くは骨盤が起こせれない。お腹は引っ込むんだけどあばらが出てしまう。実際にお腹が引っ込んでいる人というのは骨盤が起こせれているのでウエストにくびれがあります。そしてあばらが出ていません。無理に胸を張っていません。こういった方がちゃんとお腹を引っ込める姿勢ができている人です。今回はお腹にちゃんと力の入れ方、お腹を引き締める腹筋ができない人にぴったりなメニューです。簡単に解説すると、基本的には腹筋上部を締めながら体を起こして、下腹部から骨盤を起こしながら下腹を引っ込める。腹筋の上部と下部を締め合いこすることでお腹周りを鍛えることができます。ここに加えて息をしっかり吐くことで腹横筋が鍛えられてお腹が引き締まっていきます。ですが腹筋ができない人の多くは上半身は起こそうとしているけど骨盤は起き上がらないので体が全然上がらないんですね。その結果腹筋をちゃんと使えてないので首や腰が痛くなって腹部はいつになっても引き締まらないということになります。今回はそれを改善した方法になりますんで一緒にやってみましょう。まずはチェックをしていきます。膝を曲げて寝たら手を上に伸ばします。この手を遠くに伸ばしながら体を起こしてみてください。3回ほどやってみてください。どのくらい体が今上がるでしょうか。 OK です。それでは実践に入ります。体を起こすということは腰の筋肉を丸めなければいけません。ですのでまずは腰を丸める、骨盤を起こす、膝を抱えた状態でキープです。30秒いきましょう。スタート。しっかり腰をね丸めながらおへそが自分の顔を向くような意識で膝を抱えてください。できれば上半身も起こしてくれた方がいいです。この状態が腹筋の上からと下から締めている状態です。はい、 OK です。それでは実践に入ります。全部5回です。1回ずつ息を吐いてください。この膝の状態で手を伸ばしてできるだけ体を起こしてください。起きる範囲でいいです。5回、あと1、2、3、4、5、OK。 足を少し前に出しましょう。約90度、手は一緒。5回、1、2、3、4、5、OK。 今度は足をついて手は一緒。5回、1、2、3、4、5、OK。 おまけで起きながら今度はお尻を上げる意識、体を起こしながらお尻を上げる。これ5回やってみましょう。いきます。1、2、3、4、5、OK。 ちょっとお腹をさすって休めてください。これでもう一度チェックです。手を伸ばしてどれぐらい上がるか5回やってみましょう。息吐きながらスタート。1、2、3、4、5、OK です。皆さんどうでしたか。初めと最後、体がうまく使えたよ、腹筋力の入れ方分かったよって方はグッドボタンやコメントで教えてください。次回はこの応用編とした腹筋メニューを行っていきます。